Hey guys, it's Yuta. I did this interview in Osaka, so let's compare if they're different from the girls in Tokyo. Check this out. さりげない優しさ。歩いてる時に、なんかさりげに道路側行ってくれる。ちょっとおって思う。ああ、なるほど、わかる。なんだろう、ポンポン。あ、うんうん。手そっと握ってくれるとかは好き。あ、多分ボンボンとかいいと思う。なんかお疲れみたいでお茶出されるとかココア出されるのとかは、あ、もうってなる。こうやってやったらこうやってやってくれる。ギュッて。そう、こうやってやったらこうやってやってくれる。なるほど。タバコ吸っとって煙をなんか煙の向きとか考えてくれる人。細かい、細かい。海遊館っていう水族館みたいなとこ行ってぐるぐる回って夜ご飯行って帰る。あんまり高級すぎない普通のところ。映画とかご飯行ってあんまり最初やからそんな固くなくみたいな。無難に映画行ってカフェ行ってじゃあまたねみたいなが当たり障りなく理想。ドライブデート、まったりまったりデート、 DVD みたいですか。あ、トワイライトっていうのめっちゃおすすめ。普通に地元で車で迎えに来てくれてどっか楽しいとこ行って夜はもう夜景の見えるレストランでディナーみたいな。めっちゃ連れて歩き回れる。でなんか全然予定もなく大阪行って何も決めずに行ったからずーっと歩いてて、あー疲れたみたいな。あー暑い、嫌や。なんか考えといてほしい。ちゃんと無言で歩くとか。なんかそんな、お前のためにやってやってんぞ感は嫌や。とは いたんですか。そういう、いた、ないな、ないな。まず経験がないな。ないです。恋愛しよう、したい。切実に。しつこかったり、された経験みたいな。もうなんか LINE とか返信遅かったりしたらめっちゃまだまだまだみたいな来たらもう嫌。女の前やからってバリ調子乗るみたいな。わかるわ。なんか紳士的にリードしてあげたら、え、イケメンが見てる。みなみで遊ぼね。I love you, I love you。何もないけどね。Hey guys, it's Yuta again. Well, Osaka is actually a pretty fun place, so if you are visiting Japan, you should consider visiting Osaka as well. But do you know what else you should consider? Learning Japanese. And I can send you some free lessons by email, so click the link, choose a level, and join my email group, Japanese with Yuta. Alright, see you guys soon. Ciao, ciao!